画像はニュース小山家一郎と宇野実綾子。小山家一郎さんと宇野実綾子さんが結婚して3ヶ月後にハワイ旅行中で。写真も公開されている。小山家一郎さんはハワイで写真を投稿していたが、その頃に二人が目撃されたとのこと。画像はニュース小山家一郎が妻、宇野実綾子とハワイ旅行中のインスタグラム投稿画像。目撃情報によれば、 18日にホノルルのショッピングモール、アラモアナセンターで買い物を楽しんでいたそうで、仲睦まじい様子だったとのことです。画像は AAA うの実つ子が小山家一郎と夫婦ハワイ旅行中のインスタグラム投稿画像。日本人観光客によると、現地で目撃された2人はサングラスをかけず、隠れる様子はなく、声をかけられていました。特に宇野さんは声をかけられると笑顔で、 神対応していたそうです。声をかけた人はファンだったようで、涙を浮かべていたとのこと。ニュースポストセブンによると、6月19日夜に羽田空港国際線ターミナルの到着ゲートから出てきた2人は、上下白のコーディネートにサングラス姿で人目を引いていたそうです。画像はニュース小山家一郎チロー &AAA 宇野実綾子のハワイ旅行を帰り、羽田空港の2ショット画像。 画像はニュース小山圭一郎 &AAA 宇野実綾子のハネムーン旅行。羽田空港の2ショット画像。記者が夫婦に直撃取材を観光し、ハネムーン旅行だったのか聞くと、小山圭一郎さんは、ありがとうございます。でもハネムーンじゃないですよ。普通の旅行です。と答え、夫婦水入らずのハワイ旅行を満喫した様子だったとのことです。 ニュースポストセブンはこのように夫婦のハワイ旅行を伝えているのですがそれぞれのファン等からは小山さんとうのちゃんの空港写真見て思ったことめっちゃいい二人ともスタイル良き幸せそうその幸せ分けて笑。ハワイに行ってたこと知らなかったけどさすがに小山さんやってること配慮ゼロでえぐいな お山くんもうちょっとファンのこと考えてあげてよ。W ハワイ旅行楽しかったんかもやけど、インスタに写真あげすぎじゃね W。ほんとに小山ってわかりやすすぎるいつもならあげないであろうハワイの写真もるんる。うん。であげるとこも、誰か目線の写真もいつもと違う笑顔も全部わかりやすい。わかってたよ。新婚旅行ってことは、デモの赤でハワイの写真を載せることなかったよね。 二人だけの思い出にしてくれてて全然よかったのに。むしろそうすべきだったよ。ニュースの小山慶一郎なら。小山が嫁と楽しくハワイ旅行をしてる間にニュースはアルバム発売延期が決まって、シゲマスは二人ともウェブでちゃんと伝えてくれたのに。小山は帰国しても一切言及せずだったね。伝えることを続けるとは。小山さんのハワイ。誰もが皆、だろうなと思ってただろうけど。 予想通りでわろた、なぜインスタに上げるべきではないとわからないんだろうか。シゲはファンがざわざわした後、最終的に招致とのハネムーンだということがわかり、素晴らしい回収だったのにな。昨年4月に週刊誌、週刊文春によって報じられた小山家一郎さんと能実綾子さんの交際は、長年の友人関係を経て半年前から始まり、事務所公認の反動性状態。 1> 約1年後の今年3月に結婚を発表し、祝福の声が上がったが、結婚発表翌日に小山圭一郎さんが生放送で結婚を生報告し、結婚指輪をめぐって物議を醸す。小山圭一郎さんは公の場では指輪を外すが、宇野実つ子さんは指輪を着用している。ニュースで小山圭一郎さんが結婚を発表した少し前に、 加藤茂明さんも一般女性との結婚を突然発表しました。加藤さんはファンの気持ちを逆なでするような匂わせ行為はしておらず、そのため小山さんに批判が集中しています。今後グループにも悪影響が及ぶ可能性もあるので、色い々ろいろと注意を払った方が良いかもしれませんね。ビッグカップルの結婚が目立った2024年上半期、結婚報告の主なニュースを振り返る。結婚しました。 と題した動画を投稿。動画の冒頭で、30代の一般女性と結婚しましたと伝え、爆破で報告、雪山で報告、10万粒のぷよぷよボールで報告など様々なパターンで、結婚しましたと報告した。この度、堂本剛と桃田かな子は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。世界の平和を願い。 自分たちの今に感謝を込めて、1日1日を大切に生きていきたいと思います。皆様のお心が少しでも平安に向かいます要心よりお祈り申し上げます、と伝えた。現在、様々な分野で芸能活動ができているのも全ては応援してくださるファンの皆様、それから支えてくださる関係者の皆様のおかげであると日々嬉しく感じております、と感謝を表した。日本人女性との結婚報告。 二人で力を合わせ支え合い、大谷はインスタグラムで、いつも温かい応援をいただきありがとうございます。シーズンも近づいておりますが、本日は皆様に結婚いたしましたことをご報告させていただきます、と伝えた。一般女性と結婚、感謝を胸に刻み、さらなる高みを目指す所存です。加藤は報道関係者にコメントを発表。私事で恐縮ですが、 この度加藤茂明は結婚する運びとなりましたことを報告させていただきますと伝え、この変化を機に改めて感謝を胸に刻み、表現の場においてはさらなる高みを目指す所存ですと決意を新たにした、穏やかで優しい時間を共に過ごしていけたらと思っています。これまで以上に、一つ一つの仕事と真摯に向き合い、精進して参ります。至らない点も多々あるかと存じますが、 今後ともご指導、ご鞭達のほど。よろしくお願い申し上げます。宇野は自身のインスタグラムに直筆の書面をアップ。宇野実彩子は2024年3月12日に小山圭一郎さんと結婚いたしましたことをご報告いたします。私は昨年1月に最愛の父を亡くしました。入籍した3月12日は大好きな父の誕生日です。 父にどこか似ている彼と温かい家庭を育んでいきたいと思っています山田由紀西野七瀬3月31日配信山田由紀西野七瀬結婚を発表連盟でコメント私たちはまだまだ人生の修行途中です連名で2人はコメントを発表心と魂を常に大切にすると考えています オリエンタルラジオの藤森慎吾が5月1日に結婚をラジオで生報告し、お相手は一般女性でした。TBS ラジオの番組に出演し、向井俊パーソナリティが驚きながらも、藤森は茶目っ気たっぷりに結婚の報告をしました。高橋一生と飯出まりえも5月16日に結婚を発表し、